いやいやあの二人があんなことなってのあんたも知ってるやろそれに俺とタクシーのうんちゃんが飛び込んだ交番のおまわりえええどうも島田周平です始まりました島田周平のお階段めぐり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますさあ今回もですね素晴らしい方、えー、来てくださいましたなんと今日はねこのために神戸の方から わざわざお越しくださいました。本当恐縮です。ありがとうございます。かんばらめぐみさんです。お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。かんばらめぐみす。<laughs> すいません、本当神戸から。いや、とでもないです。<え> お声掛けいただいて本当にありがとうございます。でもね、あの、はい、せっかく東京来たから、はい、あこの後はね、あの、はい、スイラーナイトの方行くんですよね。行きます。行きます <laughs> 観光しないと。ね、会談もね、はい、もう彼とも大好きということで、はい、実はあのこの前あの初めてお会いさせていただいて、はい、それというのがですね、あのタックがね、まあ主催した賞金300万円っていうね会談、はい、の大会 T1 グランプリに。 出てらっしゃって、はい、すみません僕審査員の方をやらせてもらって <laughs> でうわーってこうね僕もなんかこう怖くてどけぞっちゃったりとかしてたんですけどもそうですねもう斜め後ろから島田さんの椅子のギーって音がすごく聞こえて <laughs> よしよし邪魔じゃなかったですかいやとても良かったです反応 <laughs> あ反応があるって思って <laughs> いや本当怖かったんでね <laughs>、はい、もうすぐにお声掛けさせていただいたんですけどもいや本当ありがとうございますまあその時もねまあ階段ももちろんなんですけどそこに一コアも入ったようなで独特の語り口をね 本当にね会場を魅了されてましたけども、はい、え<え>階段のところ何本ぐらいお持ちなんですかそうですねあんまり数えてないんですけどうんガッと話せるんで言ったら、まあ、50ぐらいで集めてるので言ったらもう100ぐらいはあ,あ,あ YouTube チャンネルの方もね、はい、あの解説されたばかりでしてそうですねはいあのチャンネル名がんかそれ言う時ちょっと照れますよね。ちょっと <laughs> 階段の恵みチャンネルすごくいい名前だと思うんですけすごいと思いますよまだ言い慣れてなくて階段の恵みチャンネル階段の恵みチャンネルですで階段の恵みをこう一心に受けられるっていうねチャンネルとかんばらの恵みの恵みをかけてねかけてこれいいなってことでつけたわけですもんねあの友達がつけてくれてああそうなんですかそうもうそれがしっくりきまくってあ、いただくはそれっていう感じでいただきましたはい、名前なんでしたっけ階段の恵みチャンネルです何でです 素晴らしい名前じゃないですか。本当素晴らしい名前ですよ。ありがたいことです、えー。ぜひ皆さんね、あの概要欄貼っておきますので。うん、あの今後ね、まだあのちょっと編集の方が不慣れということですけども。あの今すごく上達しているというサイトですから。はい、今後どんどん上がっていきますもんね。今,今日も教えていただきました。<laughs> <laughs> あの今のうちに、チャンネル登録していただきまして。はい。ぜひね、えー、チェックしていただいた上で、えー、グッドボタンよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 でも神原さんと言いますといろんな会談の大会も出られていてでさらにもうご自身で会談のイベントなんかもね、はい、企画されてという、はい、本当にオカルトが好きな方な方んです、ね、<laughs> そうですすねねそう私はやっぱりその基本最初は見る側だったので会談、ええ、の,のイベントを主催するにあたっては自分がその見たいイベントをやるっていう感じで考えてまして、うん、こういうコンセプトの怪談イベント見てみたいなだったらこの方とこの方が組み合わせで見てみたいなっていう感じで ゲストにお招きしまして、うん、させていただきました。大阪を中心にね、はい、今後も多分イベントたくさんねやられるということで、あの詳しくはあのツイッターの方にはい、はい、情報ね随時上がっていきますので、ぜひのそちらも概要欄貼っておきます。ぜひチェックしていただきまして足を運んでいただきたいと思います。お願いいたします。よろしくお願いします。さあ、はい、もう本当にね。はい 1> 1グランプリ以来ですけども、はい、今日もぜひ素晴らしい会談を聞かせてくださいお願いいたします、はいはい、よろししくお願いいたします。それでは、えー、と私は大体サービス業でお客様から会談を聞かせていただくんですけどもあるお客様 A さんっていう方にサービス業やられてるんですね、うん、はいそうですあごめんなさいその時にえサービス業でのあまあ空いた時間とかにですねそう なんか怖い話ないですか,とかって聞くんです。なるほどなるほど。えって顔されるんですけど <laughs>、こういう活動してるんですって言ってああなるほどって言って、でその中でまあ A さんっていう方に聞いたお話で、なんか怖い話ないって聞いたら、ああこれは俺の体験談と言えるのかなっていうような顔をされたんですね。うん。あ何それあるのって聞いたら、まあ、教えてくれたんですけども、はい、まあ直接俺の体験談じゃないけどって言って聞かせてくれたんですけど。 A さんがまだ子供の時に地元のその商店街の床屋さんにですね、お父さんに連れてってもらったんですって、はい。で先に自分が切ってもらって、でお父さんが切ってもらってる間待ってるんですけど、すごく暇なんですって、うん。だからぼーっとしてたら、床屋のおっちゃんが、お、坊主暇か、おっちゃんが面白い話したるわって声かけてくれたんですって、うん。でその話っていうのが、その床屋さんがその床屋に行った時からさらに2年前ぐらいに、 その当時仲の良かった商店街のお肉屋さん魚屋さんと一緒にえよくですねその大,阪の大阪から奈良に抜ける生駒山っていう峠があるんですけどもその峠の先にある花街によく遊びに行ってたそうなんですねある時も3人で出かけてて夜遅くまで飲んでもう12時を回った頃にじゃあ帰るかって言って1台のタクシーに乗り込んででえ帰り始めたんですね。峠を登っっててたたら自分たちが行行く進行方向に向にかって 若い女性がハイヒールでふらふら歩いてるんですって、うん、こんな時間に女の子一人で危なくないかってちょっと止めて声かけようかって運転手さんに止めてもらったんですねで後部座席に乗ってたお肉屋さんが降りてお姉ちゃんどうしたの何してんの大丈夫かって声かけたらビクってこっち向いたんですけど、うん、自分たちがタクシーであることを認めてホッとした顔したんですでどうしたのって聞いたらいや実は彼氏とドライブデート来てたんですけど、うん、ちょっと喧嘩して 降ろされちゃって、あ<ー>あ、そらひどいなって、あれやったら乗っていくかって、ふもとまでやったら送ってくでって言ったら、あ、いいんですか、助かりますって言って乗ってきたんです。はい。で、後部座席の真ん中に、お肉屋さん魚屋さんに挟まれるような形でその女の子乗って、で、また再びタクシーは発車したんですね。うん、で、よくよく見てみたらその女の子めちゃくちゃ美人さんで、しかも愛嬌もあって、うんええ、すごい後ろ後部座席盛り上がってるんですね。<laughs> でも、徳屋さん助手席に座ってるから、うまく話に入っていけなくって、ええ、なんだよ。面白くね。えなみたいな感じでこうふてくされてたんですってで、タクシーがこう峠道のてっぺんに差し掛かった頃。運転手さんが自分のことをこう気づいてくるらしいんですよね。なん、はい、や,やねんと思ってみたら、運転手さんが黙ったままルームミラーこっちにグって向けてそこを指差してるんです。何やってみたらそのルームミラーに興奮させて写ってるんですけど。 お肉屋さん魚屋さんに挟まれたその女の子がボロボロのは切れを着たドクロになってるんですってそれでカタカタ口開けて笑ってるその姿を見た瞬間から今まで可愛い声だった女の子の声がもうこの世のものじゃないような恐ろしいおぞましい声に変わったんですって、はい、それでも2人は気づかずに楽しそうに笑ってる、ええ、もう恐ろしくて後ろも向けなくなっちゃってもう運転手さんと自分は前だけを見て。 ずっっとそのまま乗ってるんですってでも運転手さんがもう恐ろしさに耐えきれなくなっちゃってふもとのの交番の前にタクシーをキューって止めたんですもうその瞬間前の2人はもう転がり落ちるようにタクシー降りて交番に飛び込んだんですって「はい、おりさんおまわりさん今今こうこうこういう状況で」って説明するんですけど「はああんたたち寝ぼけてんの?うん」取り合ってくれないんですいやもういいからいいから来てください」って腕引っ張ってタクシーに戻ってみたらもう女性の姿は消えていて後部座席で2人が「はははは 笑ってたんですって、うん、もうそのまま二人はもう気が触れてしまってそのまま<え>それからまあ何年もしないうちにあのお肉屋さんはまあ自殺をされてしまったと <coughs> っていう話やねんって床屋さんが言ってくるらしいんですよ、はい、だからもう恐ろしくなってええー、って固まってたら自分のお父さんが「お前変なこと教えんといてくれよ」って言って床屋さんを叱ってくれたんですね、はい、でもそしたら「いやいやあの二人があんなことになってのあんたも知ってるやろ」 それに俺とタクシーのんんちゃんが飛び込んだ交番のおりあん,たやんってええ,えその言葉にもうお父さん返事をしなかったらしいんですけどそれの床屋さんからの帰りお父さんからは「あんなん嘘やからなじていいからな」って言われたもののまたそれから半年もしないうちに床屋さんも首をつって亡くなってしまっただからあ,れあの話が本当だったのか嘘だったのかはもう分かんないんだよねって A さんからは聞きました。 ありがとうございました。何個怖いとかあったんですか、今。え、ちょっと確認させていただきたいんですけど。はい、っていう話を聞いたんだ。っていうふうなことで教えていただいたわけですよね。ねそうです。A さんは床屋さんからお話を。子供の頃に。そうです。聞いたっていう。うで床、はい、屋さん以外の。一緒にお酒を飲んで帰ってきたお二人は。 亡くなられてしまったんです。一人はもう気が触れたまま、まあ植物人間状態みたいな感じっていうふうにおっしゃってました。で、まあお肉屋さんはもうなんか飛び降り自殺をされた。まあ、タクシーの運転手さんがどうなったかはもうわからないっていう感じです。まあでもやっぱりその気づかずにずっとその女性と話をしていて、だからこそ。 なんかそっちらの世界に引っ張られてしまったのかもしれないということなんですよねそうなんですよねで、鏡越しに本本来の姿が見えるっていうなんかそれもね肉眼では見えないんだけど鏡に本当の姿が映ってしまうって話聞いたことありますけどありますよね、うん、だからその女性っていうのは誰だったんですかねそうなんですよね、うん、でもまあ生駒山というとやっぱり、はい 有名な心霊スポットでもありますし、えー、そこの何かしらなのかなっていうもう推ただだから本当に、まあ、2つ考えたのが、はい、実際もしかしたら以前ねうん、うん、カップルでいたんだけどもその若い女性が何らかでこう亡くなってしまったうん、うん、でその女性の幽霊だったのかっていうパターンとやっぱりね夜道をそういうヒールでね 綺麗な格好で歩いてたら男性たちからするとあなんかちょっとこうのせてあげようかって気持ちになるじゃないですか何かそれがこう罠を張っていた魔物のような存在だったのかなとかうんうん、うん、確かに確かに、うん、見入られてそっちの世界に引っ張ろうとしてたっていうねそれこそ本当日本昔話にもありそうですもん、ね、ありそうですよねうん。うん まあそういうふうに綺麗な女性に見えるんだけども実はっていうね、はい、そうですで実はその駆け込まれてた交番のおまわりさんは自分のお父さんだったというお話ですいやそれもすごい話ですよね途中あのパーンとこめっちゃ怖かったんですけど <laughs> やめてもらえますああいうの王道<ど> <laughs> <laughs> 王道じゃないですよ。<laughs> いや驚いてくれるかなと。いや、ね、本当に面白い人ですよね。実はね。<laughs> でなんかね会談とかでこういうね感じも話されてますけど。はい、はい。いや。やすごいな。いやこうやってねどん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 会談が集まってくるということで、はい、まだまだ終わりなんですもんね。です、はい、まだまだ。はい 次回お願いしてもいいですかもちろんですはいよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、神原めぐみさんですね、はい、いろんなイベントの方もやられておりますはい、えー、ツイッターの方をチェックして皆さんぜひね足運んでいただきたいと思いますそして今ねどんどんまた動画が上がってますけども、はい、YouTube チャンネル、はいえー、チャンネル名をお願いいたします階段のめぐみチャンネルです <laughs> なんすかね、やっぱなんか面白いですねなんですって、今ちゃんと言えましたよちゃんと言えましたけどね、カエタのめぐみチャンネルね言いましたはい、<laughs> ぜひ皆さんお願いいたします <laughs> よろしくお願いしますはい、概要欄貼っておきますので、チャンネル登録とグッドボタンお願いいたしますお願いいたしますというわけでゲストは、かんばらめぐみさんでしたありがとうございましたありがとうございました